退屈そうですね。何？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっとね、多分めちゃくちゃ久々なんやけど、1ヶ月ぐらい、1ヶ月以上空いたんかなしかもなんか普通のセーブとどこでもセーブがあって、どっちのデータかいまいちよくわからんずに始めたんやけど、まあ、多分どこでもセーブの方かなと思ってこのデータをロードした最終的になんだ、なんか幽霊みたいなのが出たんやっけ。そこで終わったんやったかな。ちょ、進めていくよ。迷いの森は危険なので子供たちが入らないようにここで見張ってます。多分何かが出てこっちに行ったんやっけ。こっちで合ってる？来たことない場所よね、ここ多分とりあえずセーブしとこう。セーブさせろ。あ、来たことない、来たことない。多分これや。突然ではございますが、あなたはマリオ様でございますね。お初にお目にかかります。私の主人がマリオ様にお会いしたいと申しておりますので、迷いの森の奥にある屋敷まで、ぜひともお越しください。星の姓に関係がある、とても大切な情報をお話ししたいそうです。会いたいというぐらいなんやけんさ、迷いの森といえどちゃんと案内してくれるんだろうな。そっちが会いたいと言ってるんだから。必ずお越しくださいませ。歓迎の準備をしてお待ちしております。いや、案内してくれ。来ないとお仕置きですからね。自力。こっち発信で会いたいわけでもないのに。ステージ3、不死身のドカボン。なんか新しいステージに入った。狼の鳴き声や。何？なんか見えない壁がある。ああ、それか。見えない壁かと思った。迷いの森、キノコタウン。どこに行けばいいの？わからねえ。なんか同じ景色に戻ってきたんですけど。同じ景色に戻ってくるな。違う。あれ？同じ景色じゃない。ってことは、同じ景色のようでちゃんと進みよんかな？あれ？迷いの森、戻ってきたー。戻ってきたやん。やっぱり。でも看板ないな。花が笑ってる。痛い。一応この辺までは、あれか。痛いの？パックンフラワー戦ったことないんか。なるほど。パレッタキック、パレッタシュート。どっちでもいいや。でもこれ上からになるんか。ダメージ受けてしまった。そうか、そうか。ってことは、ハンマーとかで行った方がいいんかな。地震ハンマー。これちゃんと進みやんかな。6スターポイント。途中でちゃんと回復スポットあるかな。消えた。戻ってきたなぁ。戻ってきたなぁ。これさ、こういう場所で、こっちに行ったら、キノコタウンではないんじゃない？ねえ、そういうことよね。戻ってきた？どういうことよ、なんでなん。私が来た方向、キノコタウンじゃなかったけど。待って、もう一回こっち行ってみよう。通して。永遠に繰り返すよ。待って、もう一回。じゃあこっち。
辛い。な、どういう法則があるんやろう。全くわからんのやけど。この花が笑いやるのはなんか関係あるんかな。一応同じところではないよってことかな。あ、進んだ。ん、なんだね君たちは。君こそ誰だ。ここは迷いの森だよ。この先はとても危険なんだ。知らずに入ってきたのなら引き返しなさい。え、そういうわけにはね。うん、なるほど。テレサのお屋敷に招かれてるのか。そういうことなら君たちを通してあげよう。いいかい？この森を抜けるためには、森をよく見て、正しい道を見つけることが大切だ。そうしなければ、いつの間にか森の入り口のところまで戻されてしまうだろう。正しい道には必ず何か、他とは違う目印がある。それを手がかりに進むのだ。間違い探しみたいな感じね。要はさっきのも、同じ花が笑いよる道に見え、違う違う。同じ花があるだけの道に見えるけど、まあ、一方は、ただの花の咲いとる道で、もう一方は、笑う花が咲いとる道っていうこと。例えばここでは、奥にある木をよーく見ながら歩くのだ。どこかに怪しく光る目を見つけることができるだろう。そこが正しい道につながる出口なのだ。まあ、延々とぐるぐる回ってしまうけん、正しい道を見つけたら手前に出てこんといかんのやね。目印は場所によって、いろいろ異なっている。よーく森を観察するんだよ。ありがとう。それを森の入り口で教えてほしかった。まあ、まだ別にそこまで時間は無駄にしてないけど。奥の木をって言ったよね。しばらく止まってないと、奥ばっかり見よった。手前。これダメージ受けるんかな？ハンマーにしとこう。わからんけど。奥ばっかり見よってもちょっとあれやね。あ、キックしかない。あ、ダメージ受けんのやね。よかった。ナイス多くない？いつも私連打でやっても全然ダメやのに、今回狙ってやってできようんやけど。出てこんやん、ハート。おいー。奥の木に違いなんか。待って、赤く光る目あったよ、あったよ。ちょっと。とりあえずさ、まあ、どういう感じの場所かはわからんけど、ボスが出てくるんであろう。テレサのお屋敷？赤い目。テレサのお屋敷に着く前に、レベルが上がってほしいな。無理かな。そんなに遠くないか。さすがにそんなに遠くないか。次はどこ見ればいいんやろ。ん？なんか、笑ってんな。ここでいいんかな。戻ってきた。でもこっち行ったら多分キノコタワーに戻されるんよな。だって看板の通り行ったらね。でもこいつ笑うんや。調べたら笑うんや。なるほどね。一緒だなぁ。なんか花変わった？気のせいかも。なんか花違うよね。笑い声も違う。ここや。やった、進ん。もう行ったらあれか、2体目。あ、でももう追いかけてきよらんけん。ん？なんか道あった。たどり着いた。何この花。あ、いやどうも、私フラワーランドから来たフラワーさんです。どうもどうも。お花の種ですか？ふふふふ、あげちゃおうかな。どうしようかな。まあいいや、あげちゃいましょう。どうぞ。不思議な種をもらった。キノコタワーのフラワーガーデンでリップに大事に育ててもらおう。これって育ててもらって何かあるん？その種は大事に植えて大切に育ってくださいね。もし変な場所に植えたりしたら呪っちゃうかもしれませんよ。うふふふふふ。正解の道というわけではないんか別に。
他に進める道があるわけではなさげ。なるほど。なんか調べる部分とか別にないんか。なんか木が笑い出した。ここか。めっちゃびっくりした。これどれぐらい、どれぐらいの、ん、なんかおったな今、敵か。うわー、どれぐらいでたどり着けるんやろ。来たよー。あ、なんか調べるところがある。これか、違うんかな。さっきのキノコはどうやった？一緒じゃねえか。一緒じゃねえか。え？なんかキノコの配置が違うとか、3個あるね。3個っていうか3セット。一緒じゃねえか。飛び越えれんかった。一旦一旦。なんか配置違うな。ここなんかな。あれ？増えた。ここか。そういうことだな、きっと。ん？じゃあ配置別に変わってなかったんか、それまで。また鼻んとこに出た。おぉ。花が散ったよ。とりあえず一番最初、花が散る。よし、オッケー。なあ、くそ。ここも花が散ったよね、ちゃんと。散るな。はい、ここは？あ、散らない。ここや。よし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 。さあ、ここは特に何もない。くんな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 。こっちも、おお、よかった。お、え、ん、最初のとこ。あ、テレサのお屋敷へご用の方はこちらへどうぞ。よかった、最初のとこかと思ったよ。たどり着いたわけやね、これで。あー、来たー。あー、永遠につかない気すらしたよ。お、ハート回復してセーブしよう。何あの台座みたいなの。スイッチ？でも引っ込んどるな。やれやれ、やっと迷いの森を抜けられたみたいっすね。ここあれなんやね、あの、何、相方が違ったらその分なんかこう会話も変わってくるわけやね。やや、マリオさん、あれがお化けのじいさんの言ってたお屋敷じゃないっすか。まあ見りゃわかるよね。開いた開いた。何？お、出てきた出てきた。ようこそいらっしゃいました。迷いの森を抜けてはるばると。主人はこの屋敷の一番上の部屋で待っております。またそんな遠くにおる。もう、入り口前で出迎えてくれよ。屋敷の3階までいらしてください。星の精についての詳しいお話はそちらで。ほう。ではまた後ほど。さあ、回復回復。とりあえず外に出てくれば回復があるって覚えとこ。はい、セーブ。外に出たら回復とセーブがある。で、これは何？え？何でもないの？あるよね。ヒップドロップとかないもんな。なんか違うところに行きそうやけんやめとこう。外は迷いの森やもんね。怖いけん普通の中に入ろう。何？受付？何もできんかった。扉、何、え、な、何今の。
何やったんやろ。え、何だったんだろうか。外にテレサがいっぱいいるな。乗れた。別に揺れることに意味はないんかな。あ、これあれか。え、違うの？確実に叩き壊、あ、これか？ん？別に壊せないな。別に何もないね。この上に乗る。何もないな。そんな何もない部屋とかある？最初に出てきたあのでっかいテレサ何やったんやろうね。最初なんか、偽物の扉なんかなって思って、いやー！え？どういうこと？あ、てか、ちょっと待って、下ろして。じゃあの、最初のさ、あの一箇所だけ色が違うところが跳ねるんや。このスイッチって言ったところ、ハンマーで叩いたらなんかならんかな。ならんのかい。あそこの扉が。ここの扉を開くためには、なんかあれ引っ張らんといかんってことなんか。あ、めちゃくちゃびっくりしたよね。これで引っ張られてそこが開きよるってこと？なるほど。早く下ろしてくれ。よし。え、無理じゃない？え、どうやって行くのあれ。なんか引っ掛けとかんと無理やないあれ。どういうことだよ。今はまだ行けん場所ってことかな。え、傾いてますよ。なんかテレサが宝箱守りよるな。これは普通に、いや、話しかけれるんか。退屈だ。レサレサお嬢様の言いつけだけど、いつまでここにいればいいんだ。私は、それを、なるほど。もらえないんすね。まあね、警備しよるわけやもんね。全部 A 傾いとるよ。さあ、ここの部屋は？なんかあれなんかな。結構、日よって入ってきたけどさ、一個だけ色が違う。なんだなんだなんだ。テレサがいっぱい出てきたよ。何それ。来たな、マリオ。このレコードが欲しければ、誰が持っているか当ててみな。レコード別にいらないけど。あれよね、ゲーム中の BGM 変えれるやつってことよね、これ。まあ、やりましょう。消えたやん。簡単には当てられないよ。お嬢様に叱られちゃうからね。さあ、みんなで力を合わせて、当てられないように頑張ろうぜ。ふんふん。当ててみ、お、そういう感じっすか。さてさてさて、誰が持ってるかわかるかな。いや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 、そのまんまの状態で追ってくれんとさ。だってさ、誰が持ってるかわかるかなって言った後さ、全体が映らんようになるやん。その間にわからんくなることない？ないわないわ。やっぱりこうでなくっちゃ、お嬢様に叱られちゃうからね。くそ、なんかムカつく。はい、来い来い。ちゃんと全体が映るようにしといてくれんとね。だって途中までちゃんと、目で追いよるよ、私。いや、なんか途中から急激にね。こいつやろ、こいつ。ちょ、待ってって。ほら。最初だって私は目で追ってたんだよ、ちゃんと。
しまった。あ、当たりです。どうぞ持って行ってください。あ、お嬢様に叱られる。まあ、しょうがない、それは。その顔せんといかんの。レコードをゲット。楽しい音楽のレコード。どうやったら聴けるのかな？知らない。別になんかあれなんかな、そんな、何？動いたぞ。ダンジョンっていうわけではないんかな。やあ、こんにちは。お前さん3階へ行きたいんだろ？ならばまずはこの屋敷のどこかからこの絵に足りないものを探しておいで。そうすれば3階へ行かせてやろう。ほっほっほ。それにしてもお客を試すとは、レサレサのいたずらにも困ったものだの。足りないもの？絵だよね。え、あれやないん。なんか、最初に1階で、バーって驚かせてきた、あのでっかいテレサやないん。違うんかな。ここに入るときにおった。でももうおらんねよな。なんなんだ。なんかここで、ここさ、何かしら重しみたいなものもいるよね。どこにあるんだよ。この部屋は何もなかったんやっけ。ないなー。退屈そうですね。何？罠。ただ別に体力が減るとかそういうわけでもなく、なんかただただいたずらが仕掛けられとるだけなん？ここは。今までのダンジョンっていう感じとはちょっと違う。お、なんか使えるよ。どうやったら聞けるのかなって書いとるってことは、これも仕掛けの一つってこと？A をタイミングよく押してレコードを鳴らそう。早すぎても遅すぎてもダメだよ。ミニゲームや。タイミングよく押してレコードを鳴らす。途中で B を押すと鳴らすのをやめることができるよ。合ってる？ちょっと待って待って待って。待って、わからない。ああ、そういうこと。どうよ。あ、なんかやってきたよ。これであれじゃないん、宝箱が。取れる。あれ、取れた。あ、おもり。とても重いおもり。何に使うのかな。あ、しまった。レサレサお嬢様に宝箱から離れるなって言われたのに、バレたらお仕置きされちゃうよ。でも絶対攻略に必要なものばっかりやけん、これもそのレサレサお嬢様の、なんていうん、仕掛けというか、いたずらというか、の一環ってことよね。いや、平気さ。ヒッヒッヒ。そのおもりの使い方を知らなきゃ、先へは進めっこないよ。もうどうやって使うんやろ、これ。